皆さんこんにちは、ブラケです。年末年始と立て続けに2匹の西アフリカトカゲモドキをお迎えしたんですけど、まだね、飼育環境っていうのをちゃんと紹介していなかったので、今日はうちの西アフリカトカゲモドキの飼育環境の紹介をしていきたいと思います。今ね、撮影の都合上ちょっと一緒にね入れておいたら、2匹がねシェルターの中でこんな可愛い姿だったので、そんな動画から開始してるんですけど、いや本当にね、西アフちゃん可愛いんですよね。で、今日僕が紹介する飼育環境っていうのは、西アフリカトカゲモドキはもちろんなんですけど、レオパにもね代用できるような飼育環境になると思うので、これから西アフやレオパを飼ってみたいなって思う人の参考になったら嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。ブラケレさんです。まずは飼育環境の全体像をお見せしたいと思います。こんな感じのシンプルな環境で飼育しています。これでね、一つ一つ使っているものの紹介をこれからしていきたいと思います。まずは飼育ケージに使うものですね。これはダイソーのシューズボックスになります。まあ皆さん使ってる人もたくさんいますね。それにハンダゴテで空気穴を開けて、まあ飼育ケージとしてね使えるようにしました。蓋もねしっかり閉まっていい感じだと思います。ただ底面の足の部分が低いので、パネルヒーターを下に敷いたらちょっとね変形する感じがあったんですよね。で、溶けるまではいかないんですけど、ちょっと不安だったのでホームセンターでこういったゴムのね足のものを貼り付けて、ちょっと高さを増したことで変形しなくなったので、ちょっと気になる方はこんなのも使ってみるといいかなと思います。次にシェルターですね。シェルターは上に水が溜められるタイプのものを使っていきたいと思います。まあ、西アフちゃんはある程度湿度があった方がいいっていうことなので、今回はスドーのウェットシェルターの M を使っていきたいと思います。次は水入れですね。僕は水入れはレオパも全部そうなんですけど、このレフタイルディッシュ S サイズを使っています。まあ餌皿なんですけど、水入れとしてもシンプルですごくいい感じで僕は大好きです。あとは温湿度計ですね。まあ、これは100均のものなんですけど、まあ特に問題なく使えているので、もう大体もう爬虫類たちはこれを入れてますね。あとはパネルヒーターですね。僕はピタリ適温の1号を使っています。まあ特にね、メーカーとかこだわりがあるわけじゃないんですけど、僕は大体これを使ってますね。お腹を温めるためにケージの下に敷いてあげます。で、最後は床材に使うキッチンペーパーですね。まあソイルを使う方とかいろいろいると思うんですけど、まあ、僕はキッチンペーパーがメンテもしやすくて、まあ、清潔に保ちやすいかなと思っているので、まあ、レオパたちも全部このキッチンペーパーを使っています。で、さっきのシューズボックスをケージに使う場合だと、この2カット分ぐらいがちょうどですね。ブラケレさんです。それでは今紹介したものを使って飼育環境を作っていきます。キッチンペーパーを適当なサイズに折ってケージに敷きます。シェルター、温湿度計、水入れを入れて水を注ぐと、もうほんと簡単ですね。それで湿度を少し保つために霧吹きで水を少し含ませておきます。で、パネルヒーターを下に敷いて完成です。それでは早速西アフちゃんに入ってもらいましょう。こちらのケージには元旦にお迎えした後藤さんに入っていただきます。もう早速ねシェルターの中に入っちゃいましたね。まあ本当シンプルですけど、まあレオパーもねこんな感じで飼えるとは思いますので、まあ、よかったら参考にしてください。で、今作った環境でもある程度暖かい時期は大丈夫だと思うんですけど、今みたいにね、ちょっと寒い時期はこれだと温度が上がりきらないので、まあ、こんな感じで僕は発泡スチロールで、まあ、断熱というか温度が逃げないようなものを作って、そこにケージをね置くような感じにしてます。
で上にダントツをつけたいんですけど、やっぱりこれだとねダントツつけれないじゃないですか。だからこんなね100均でなんていうんですか、この網、スタンドがついた網を買ってきて、そこにダントツをつけて上に置くような感じにしてます。まあ、こうするとある程度ねケージ内の温度は適温が保てるように今のところなっています。まあ、このダントツの網カスタムはまた改めて動画で紹介できたらなと思っています。はい、というわけで今日は我が家の西アフちゃんの飼育環境を紹介していきました。まあ、このダイソーのシューズボックスを使う、まあ、デメリットとしましては、まあ、ちょっとね透明ではあるんですけど少し曇ってる感じのタイプなので視認性が、まあ、少しすごいクリアなものに比べると悪いっていうのと、まあ、おしゃれ感はねあんまりないですね。あとやっぱ穴が開いてないんで自分で穴を開けなくちゃいけない、まあ、そういったところがデメリットになるかなと思います。で逆にメリットとしましては、まあ、コスパがやっぱりいいですね。あとメンテナンスもすごくねこの蓋がカパッと開いてすごくしやすいです。掃除とかもで、サイズ感もねこう絶妙だと思いますね。すごくたくさん買いたい人なんかはもうすごいいいですよね。やっぱりシューズボックスなんで重ねやすくもねできているのですごくいいと思います。あとねもし冬温度管理なかなか上がらなくて困っている人なんかはちょっと大きめのところでね、大きめのところっていうか大きめのケージで飼ってる人なんかはなかなか温度上げるの難しいと思うんですけど、ちょっと寒い時期だけでもねこれぐらいのケージにしてあげると温度がね上がりやすくなったりとかもするんじゃないでしょうか。まあ、そんな使い方もありかななんて使ってみて思いました。まあ、全体としては僕はもう満足ですね。でも誰が使っても及第点は得られるような感じの飼育ケージ、飼育ケージじゃないんですけどねこれシューズボックスなんで。でも本当皆さんが使ってる理由がよくわかりました。まあよかったらね参考にしていただけると嬉しいです。というわけで今日の動画は以上となります。また動画ね上げたいと思いますのでまた遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。